はい、こんにちは。今回はオプション取引について、ざっくりわかりやすく解説をしたいと思っておりますので、ちょっとオプション取引って非常に複雑なんですけれども、まあ、苦手だなとか、勉強したくないなと感じている方は、ぜひ参考にしていただければと思います。えー、現在はですね、さまざまな金融商品がありまして、例えば一定の 状況下であれば高い金利をお約束しますよとただし、そうじゃなくなった場合はですねその限りではありませんとかこういった条件がついて高金利を謳っているとかですねこういったものなんかも実はその多くがこういったオプション取引などを駆使して商品設計がされておりますのでそういった観点からもこのオプション取引理解しておいていただくといいかと思います。 はいではオプション取引とはということなんですがそもそもオプションというのは選択肢という意味がありますけれども、まあ、あらかじめ定められた期日にまたは期日までにあらかじめ定められた価格権利行使価格で原資産を買い付ける権利。 あるいは売りつける権利のことを言いますということなんですけれども、私は初めて読んだときも全く理解できませんでした。ですので、今ですね、何を売ってるんだとよく分からないという方は安心してください。この後、ここについてゆっくり解説をしていきますので、ただ、あの少しこうデリバティブとかですね、金融に関わったことがあるという方は、このあらかじめ定められた期日などにですね、あらかじめ定められた価格で原資産を 買ったり売ったりすること、ををこれ先物取引と言います買ったりり売ったたすることだし今回はその買い付ける権利、それからあるいは売り付ける権利のことですね、この権利を取引することになりますので、まあ、先物取引よりはちょっとワンクッション、何かこう入るというふうな印象を持っていただくといいかと思います。 で買う権利のことをコールオプションと言います、売る権利をプットオプションと言って、買い手から売り手にプレミアムを支払います。まだ大丈夫です、ここまで分からなくても、この後ゆっくり例え話で説明をしていきますので、まあ、そういうもんなんだというふうに聞き流しておいてください。はい、そしてよく試験 とかですね金融関係の試験とかであるんですが、えー、買い手は損失限定で、売り手は損失無限大ですよと、丸ですか、×ですかとかっていう話ですね。で、残存期間が長くなるほど、コールオプションのプレミアムは高くなって、プットオプションのプレミアムは低くなりますよと、これ×なんですけれども、それから、ボラティリティが高くなると、コールオプションもプットオプションもプレミアムは高くなるよと。えー、これですね、ボラティリティとかここちょっと覚えておいてください。これはですね、 価格の変動率とか変動幅のことを言います。ですので、ボラティリティが高いということは値動きが激しいということですね。逆にボラティリティが低いということは、非常に価格がこう安定していると。まあ、こういう意味だと。 ここで捉えていただければと思いますが、この3つ読んでもですね、どうやって丸抜判断するのか分からないという方も多いと思いますので、今回の動画の目的はですね、この3つが、あ、なんだ、そういうことかというふうにですね、動画を見ていただいた後に分かるような状況にしたいなというふうに思っていますので、まずはこの3つ、なんとなくでいいので、読んでおいてください。 はい。では、ここからはですね、オプション取引機をちょっと保険契約でイメージをして説明をしていきたいと思います。保険って私たち非常に馴染みがありますので分かりやすいかと思うんですが、例えばこの方ですね、契約者がいて、まあ、様々なリスクに備えたいよと。例えば火事であるとか、自分が死んだ場合とかですね、えー、入院して手術をしなくちゃいけない場合とか、こういった将来の不確定なことに備えて心配事があるので、 保険料を保険会社に払ってですね、保険契約をしているわけです。そしてその心配事が実際に起きてしまった場合、保険会社が保険金を支払ってくれるわけですね。これは皆さん大丈夫だと思います。で、これもうちょっと見ていきますと、えー、今お伝えしたように、契約者と保険会社がいて、保険契約というのは成り立つわけなんですが、契約者はある意味、保険という商品を買ってるわけですよね。で、買い手です。ちょっとこの辺りはオプション取引の表現に近づけていってるんですけれども、 保険契約の買い手ですね。そして保険料を支払ってますよね。一方、保険会社は保険商品とかサービスというのを売っているわけですね。ですので売り手です。で、毎月毎月とか保険料をもらっている立場にあります。でもちろん無事故とか何もなければ、基本的には保険料をかけ捨てで終わったりだとか、保険会社も特に保険金を支払うことなく契約を満了したりということも考えられます。よって、ま まあ特に私たち契約者をですね、保険の買い手は損失が限定してるんです。毎月毎月保険料を払うというだけですよねで。特に何もなければ結果として保険料、まあ、損したなみたいなことにはなるわけですけれども、ただただ、まあ、それだけですよね。保険料だけの損失というのはもう限られています。一方保険会社は どんな事故が起きるかわからないと。どれだけの人が被害に遭うかわからないので、まあ、ある意味ですね、損失は非常に大きくなっていくと。無限大なんだというふうにちょっとここでイメージをしていただくといいかと思います。はい。ということで、今お伝えしましたように、えー、保険料のことをですね、これオプション取引ではプレミアムと言います。そして、 このプレミアムが今見ていただいたように、買い手から売り手に保険会社に支払われていましたので、買い手から売り手にこのプレミアムが支払われるよと、これがオプション取引のベースなんだというふうに捉えておいてください。また、この後具体的に見ていきたいと思います。はい、ということなので、えー、今回、 目標にしている3つの問題の1つ目です。買い手は損失限定で売り手は損失無限大と、えー、こういった表現に出くわした際は、ですね保険の契約者と保険会社をイメージしていただくといいかと思いますので、ここは特に問題ないかと思います。残り2つですね、この後理解をしていきましょう。はいではもう一度、えー、確認していきたいと思いますが、いろんな不確定なことがですね起きるために何かに備えたいとか、こういったことが起きてしまうと嫌だと。 そして将来どうなるかわからないよねとこういう思いを抱いて保険契約をするわけですね。保険会社にある意味リスクを投げるというかお願いするわけです。で、ここで皆さん保険会社の気持ちになっていただきたいんですが、じゃあこの契約が1日の場合と3年の場合ってどっちが保険料を高くしておくべきでしょうか。 当然、1日だったらまあ24時間の間にこういった事象が起きなければですね保険契約、保険金を支払う必要はありませんので1日の方が保険料安くなりますよね、おそらく。で、3年ですとその3年間の間にいろんなことが起きるかもしれませんのでまあ1日に比べると当然保険料をしっかりいただかないと割が合わないということになるかと思います。つまり、オプション取引に出てくる期日というのをちょっと満期をイメージしていただくといいと思います。 で残存期間という表現も出てきますが、これを保険期間だと思っていただくと、イメージしやすいと思いますので、これもまずこの段階で押さえておいてください。はい、それから、実際はですね日経平均のオプション取引とかを行っていくわけなんですが、この将来の不確定事項というのは、ある意味、ですね株価がこれから急上昇したりとか、株価が急落したりとか、こういったことも不確定な事項ですよね。 ですので、す、ま、の、あ、このあたりから徐々に徐々に保険からですね、実際のオプション取引に近づけていきたいと思っておりますけれども、例えば株価がこれからどんどん上がるかもしれないと不確定事項として、で今、株式投資してないんだけど、持っていなかったら、ですね、ある意味、他の人たちだけ儲かっていって、自分は機械損失になるよと。それから株価が逆に大きく下がっていった場合、自分は株式投資をしていると。 そうすると株価が下がれば下がるほど、評価損が生じてしまうと、まあ、こういったどうなるかわからないという点では、これもやっぱり不確定事項なので、まあ、こういったことに備えておきたいということですね。ですので、ここまで保険契約ということで、家、まあ、事とか死亡とかです、ねえー、病気で入院とか、こういったことをイメージしてもらったと思うんですが、まあ、株価が変わっていくということもある意味、不確定事項なので、株価が上昇することに備えて、保険に入っておきたいと、まあ、こんなイメージでしょうか。 でこそういう際に株を買う権利を持っておくといいですよねと。上昇していくものに対して買う権利を持っておけば、いずれそこでこの権利を行使して、えー、よかったと、株を買うことができてと。まあ、こういったシナリオになるわけですので、この株を買う権利のことをコールオプションと言います。ですので、例えば日経平均2万円で買うという権利を持っていればですね、 仮に2万3000円までに上昇したとしても、2万円で買うという権利を持っているわけです。予約権みたいなのを持っているわけなので、そうすると、今、市場で世の中で2万3000円で取引されているものを2万円で買うことができるわけなので、もう買った瞬間、2万3000円で売却できればですね、3000円得をするということになります。一方、株価下落という不確定要因に備えて、株を売る権利というものもあります。売る権利と これをプットオプションと言います。で、売る権利ですね。売りつける権利とか、まあ、こういった感じで覚えて,おいていただくと分かりやすいんですが、日経平均を2万円でもう売りつける権利だよと、売ることができる権利という権を持っているわけですね、チケットを。そうすると、例えば1万7000円までに株価が下落していたとしても、2万円で売れるという権利を持っているわけですので、ですので、例えば、 あくまで皆さん、これ、権利を持っているだけなので、例えば市場で1万7000円で買ってきて、ですねはい2万円で私、売る権利持ってますからということで、相手方に2万円で売れれば、ですねこれもやっぱり3000円得しますので、まあ、株価が上がっても下がっても、あの自分がこういった権利を持っていることによって、ですねこういった不確定な要因に備えることができると、まあ、これがオプション取引のベースです。はいということで、 今見ていきましたが、コールオプションの場合を例に取り上げていきたいと思いますが、今ちょうど例えば日経平均が2万円だったとします。ちょうど今日まさにですね、株価とかチェックすると大体2万円で取引されていると。でこれをオプション取引の中では原資産と言ったりします。で、その価格が今2万円ですよねと。でそれに対して2万2000円で買う権利とか、2万4000円で買う権利とか。 で、1万8000円や1万6000円で買う権利。まあ、これはあの、あの、それこそざっくり書いていますので、実際はもうちょっと細かくですね、刻まれているところなんですけど、こういった権利行使価格があると。皆さんはいくらで買う権利を持っておきたいですか当然、安い金額で買えると嬉しいので、このあたりで。 買う権利を持っておきたいなと思う方多いと思いますがそうするともうその権利を持った瞬間から利益が出ますよねそんなうまい話ってなかなかないわけなのでつまりうまい話になりそうなほどプレミアム保険料は高くなりますそして今2万円なのが将来2万2000円とか2万4000円を超えてこないと買う権利が意味ないわけですよね 2万2000円で買う権利を持ってて、2万3000円とか4000円になっていくからこそ、えー、安くで買う権利を持っているということで意味をなすわけですので、ちょっとこれ、まだまだ実現しそうにないですね。よって、実現可能性が低いものは、プレミアムが低くなると、保険料ですね。これは生命保険とかで考えてもらっても分かりやすいと思うんですが、20歳男性の保険料と70歳男性の保険料って、当然70歳男性の保険料の方が高いですよね。 リスクがが高高いいかかららでです。すす実現する可能性が高いからですよね。一方、20歳の男性というのは亡くなる可能性って極めて低いので、今年来年ですね、亡くなる可能性って極めて低いので、保険料も非常に安いですよと。こういったところで、まあ、保険の保険料の仕組みともよく似ているということですね。はい、では、この人が実際にコールオプションを買った事例を見ていきたいと思います。あそうですね、その前にこういった得する状況のことをインザマネーと言ったりします。それから、ままだまだ、 あの得する状況になってないよというような状況をアウト・オブ・ザ・マネーと言ったりもしますので参考にしておいてください。はいではすいません、じゃあ実際に買ったケースですね、この人が今日経平均が2万円の時に2万1000円で権利行使価格決めて買いコールオプションの買い手となりました。で、この買い手になるためにプレミアム保険料ですね、100円払ったという前提で見ていきましょう。今2万円なんだけれども、これからぐいぐい上がっていくだろうと。 でどん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 上がっていって、その途中ですね、2万1000円で私は買う権利を持ってるんですよとで。これが予想通り株価がどんどん上がっていって、2万3000円になったとします。じゃあ、この時点で、はい、私、権利行使をしますということですね。そうするとどうなるかというと、2万1000円で買う権利を持っていて、今2万3000円ですので、2000円得をするということですね。非常にこう価値があるものを。 安くて買う権利を持っていますので、えー、お店に行ってです、ね、で2万1000円で買えるわけですよ、2万3000円のもの。ですので、2000円得しますよね。で、2000円の利益が出ると。ただし、これに対して、この権利のために100円払ってますので、差し引き1900円の利益だということですね。で、その逆に、日経平均がなかなか上がらずに、一度も2万1000円を超えることがなかったと。 2万円前後ぐらいでずっと動いていたとか、あるいは2万円ずっと下回っていたとかですね、2万1000を超えなければ、2万1000円で買う権利を持ってるんですけど、例えばえ、今日の値段が2万500円だったらですね、わざわざ権利行使する必要ないんですね、2万500円で買いに行った方が安くで買えるわけなので。ということで、一度も2万1000を超えることがなかったら、なんだ、つまらないなと、面白くなかったと、一度も権利行使するチャンスがなかったよということなので、この場合は、ただ権利を放棄すればいいと。 ですのでこの人は100円損をしただけですこれが買い手の損失が限定だという意味ですね、まあ、こういった形でですね権利行使できる状況になれば利益につながっていきますしそうじゃなければ権利を放棄すればいいんですよとこれが買い手のポジションということになります でですすので保険ともよく似てますね入院すれば給付金もらえるし、入院しなかったら保険料を払っただけで別に特に何もなく終わっていきますよということなので、ここもやはり保険に似ているといったところでしょうか。はいということで、買い手の立場から見ていきましたが、じゃあこの時売り手はどういう状況になっているかと言いますと、当然、権利行使されたら、ですね売り手は保険会社です。 まあ保険金を請求されたようなイメージですので、2万3000円のものを2万1000円で売らないといけないんですね。わ権利行使されたって言って、市場で2万3000円で買ってきてですね、この買い手の人に2万1000円で売ってあげないといけないので、なんでわざわざ高いものを仕入れて、安くて売らないといけないんだって、もう涙になってますが、2000円損をしてしまいますと。まあ、こんな契約するんじゃなかったとかっって後悔をしているようなシナリオですかね。一方権利放棄されれば 保険会社の方、保険請求をされなかったのと同じですね。特に何事もなく保険期間満了ですよということなので、100円の利益ということになります。ですので、売り手は買い手と逆の展開を望んでいるということですね。はい。ということで、ここまで。 まあ保険契約に例えて見てきましたけれども、もう一度残りの2つの問題見ていただくとどうでしょうか、ちょっと見え方が変わっていれば嬉しいなと思いますが、残存期間が長くなるほど、コールオプションのプレミアムは高くなり、プットオプションのプレミアムは低くなると書いてありますが、これはコールもプットもですね株価が上がるとか下がるとかっていう不確定な事項が起きるか起きないかということですよね。 ということは、残存期間が長くなる、保険契約が長くなればなるほど、どっちも保険料って高くしたいところですよね。買う権利だろうが、売る権利だろうが、期間が長いほどですね、買い手が権利行使をするチャンスが増えるわけなので、ですので、売り手は期間が長いほど、ビクビクその間しとかないといけないんです。こんなに低い保険料だったら割が合わないとなってしまいますので、えー、コールオプションであっても、プットオプションであっても、どちらも高くなります。 でで、ですすのここれは罰だったとということですね。一方、もう一つの問題、ボラティリティが高くなるということは、ですね、株価の変動が激しいわけなので、えー、まあ買い手からしてみれば、ですね、1回でもピョンと高くなってくれればいいんです、コールオプションの場合。で、プットオプションの場合は、1回でもポンと大きく下落してくれれば、ですね、よし、チャンスが来たということで、権利行使できますので、ということは、ボラティリティが高いほど実現可能性が高いわけです。 とということはですね、売り手の方はドキドキしとかないといけないわけですね。最近事故が多いなとか、最近人がよく死ぬなみたいな感じで、ドキドキしとかないといけませんので、よって買,い買う権利であるコールオプションも、そして売る権利であるプットオプションも、どちらもモラティリティが高いということは、ですね、株価が大きく動いていますので、えー、プレミアムは高くなります。実現可能性が高いといととうことは、 買い手もたくさんプレミアムを払わないといけないですし売りてもプレミアムを高くもらっておかないと割りが合わないですよね。その逆でボラティリティが低いっていうことはもう、えー、動きがほとんどないわけですよね。ないわけなので、えー、コールオプションでもプットオプションでも買ってる人は権利行使するチャンスがあまりなさそうだなっていう感じです。 で売り手の方は確実にプレミアムをもらえそうなシナリオが想定されますので、まあ、そういった場合はですねプレミアムが低くなりますよと、こういうふうに捉えておいてください,、はい。ではまとめますと、コールとプット、それからそれぞれの買い手と売り手という4つのポジションを理解しておかないといけないんですが、今回、ちょっとプットについては細かくは見ていませんけれども、いずれにしても買い手については、ですね利益が無限大損失限定です。 損失は払った保険料だ、けけででプレミアムだだ済みますしただ日経平均ってどこまで上がっていくか分からないですよね。まあ、保険もそうです。どれだけ被害が生じるか分からないので、ある意味、たくさんもらえるチャンスはありますよねと。一方、売り手これは保険会社でした。保険会社は毎月コツコツもらう保険料、プレミアムが利益として限定されます。 一方ですね、いろんな被害が生じると、株価が大幅に上がるとか、大幅に下がった場合なんかは、その権利行使に応えないといけませんので、損失は無限大だと。どれだけ損失が出るか分からないよねと。こういったところを前提に押さえておいてください。で、今日見たのが、コールの買い手の人でした。で、コールというのはですね、これ、買う権利ですよね。で、買う権利を買うということなので、まあ、買うというのをちょっと前向きなプラス。で、買い手も前向きなプラスというふうに捉えましょうと。 これちょっと私の覚え方なんですが、プットというのは売,り売る権利で下がれって思ってますので、ちょっとネガティブなマイナスと。で、さらに売り手っていうのは、これも売るという行為なので、まあ、受け身なので、ちょっとマイナスだというふうに捉えると、プラスとプラスはプラスですね。ですので、コールの買い手、今日取り上げた事例ですけど、上がってくれと思ってましたね。はい、それからプットの買い手も、 買う権利を持っている方なので、この下がってくれと思っている方ですね。でこれはプラスとマイナスなので、下向いてますと。下がってほしいと思っていると。一方、コールの売り手は、今日やった事例ですね。保険会社の側だとすると、上がってもらったら困るわけです。逆に言うと下がってくれと思ってます。これはプラスとマイナスだから、マイナスになると、下がるということですね。で最後は、プットを売る人ですね。プットを売ると。 分かりにくいですね売る権利を売る人ということなんで一番難しいところなんですが、まあ、マイナスのマイナスなのでプラスになりますので上がってくれと思っていると逆のそれぞれですね立場で、えー、相場を予想しているというふうに覚えておくとちょっと整理しやすいんじゃないかなと思いますので参考にしてください。 はいでは今回はですねちょっと生命保険を事例に取り上げて、例えに取り上げて、オプション取引の解説を行いましたが、実際の研修とかではですねトランプを使ったりして、ゲーム感覚でオプション取引を理解してもらったりということもやっておりますので、もしそういったご興味あれば、ですね研修とかセミナーとかやっていますので、ぜひぜひ問い合わせをお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はいでは、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。